スケープゴートセーブポイント SS 夏休みコラボウェイ今日は何ですか学校を助けて経営をしてみたい。はい、今年も去年に引き続き学校一棟を出し切って丸々がなくし切って夏休みの SS コラボ動画を撮っていきたいと思います。組んでもらって2人1組の、ペアになってもらいます。はい、なので、最初のにも、2人います。はい、これは手つないで走る。そうやばいね。まあ、じゃあ2人1つになって、ペアになって逃げてもらって、で、鬼はもうとりあえず捕まえに行く。はい、もうみんな捕まえてやろうやと。1回戦目、はい、はい、鬼1人目、いぶき、はい、2人目、ゆみ、おぉで、逃げるペアが、1組目、りんたろ、たくみ、おぉ2組目、ひかる、えつや、おぉ3組目、とい、かなめ4組目、しの、ゆき、6組目、リュウガ・ユノ。エンジェルと天使だし。ちなみに捕まった人たちは職員室に。職員室に行ってください。イエーイ、はい、建物の外入ります。建物いろんなとこ建てられてる。校庭とかはなし、なし。ということで、1戦目よーいスタート。いけー汗だ。どこ行く？自分見つからなそうな場所見つけたの。そう、これこっち見ますか。いや、もう隠れたい、隠れたい隠れましょう、隠れたい。鬼チーム、鬼チーム、俺の予想、しのくん、ゆきくんペアは、隠れてる。絶対に隠れてる。遠いカナメも隠れる。まあ、とりあえず、じゃあ、一回、捕まえたら、どっちか戻りません？あ、オッケーオッケーオッケー。職員室に。オッケーオッケー。その付近に。あ、じゃあ、一組捕まえたら、一回戻って、一回また作戦考えよう。どこ行く？どうしよう。これ鬼は何分後？2分後作戦はある。ある。いやもう2人の時点で絶対に見つかったら逃げ切れないと思ってるの。うんうん、だからまあ隠れるかな。いや、もうどっかに隠れる。体力使わないのが一番いいんだから。逆にどうしよう。鬼が出たのを確認したら怖い。職員室の近くいてちょっと助けたい気持ちはある。確かにけどちょっとさすがに怖い。何つないこれ。恋人つないあそこがダメなんですよ。校庭、あ、校庭がダメ。なんかダメだし、疲れるから絶対な。わかる。何分でしたっけ走り出すやつ。
分かる、話聞いてなかった。分かる、話聞いてなかった。でもこれ見つかったら終わりや。2人の逃げるのが難しいです。エアコンありの女子の部屋やった。確かに女子の部屋やった。そうそう、うわ、エアコンあるから。来られたらさ、行き止まりになったら終わりか。回れる、いろんな、なんか物がいっぱいあるのとして。どこ？いいね。狭い。いや、そう、全然逃げるとこなくて。あ、涼しい。待って、もう捕まりたいかも。ここ職員室です。超涼しい、ここ。あれで校長室か。一旦上上がんない。そうやな。でも、なんか猫いるらしくて。え、そう、めっちゃ好き。そう嬉しい。そう、これ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 、これの向こうに猫がいるらしい。へぇ、こっちね、結構いる。でも、ここ行きなさい。いやー、猫ちゃん、猫ちゃんがいる。かわいい。かわいい。何ですか、君。にゃーん、かわいいです。パターン。やってまいりましょう。一回ここ見ていい？なんか誰かとかさ、誰かさ、鬼ごっこだけどさ、一応ね。ああ、でも開かないようになってる。いや、絶対ね、あの隠れてるやつはいるんだよね。最初ど何階に行くか分かりましょう。あ、じゃあ俺2階行きます。アセタンくん、どこだ。怪しいな、めっちゃ怪しい。すべてが怪しく見える。てか冷静にさ、これさ、開けんの怖いんだけど。怖っ。シンプルに怖い、シンプルに怖い。これリバックさ、撮れてる？撮れてる、あ、撮れてない。撮れてなかった。可愛い、ちょっと待って、めちゃめちゃ可愛いやん。やばい、やばい、でもやばい、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 終わる、終わる、終わる。ドア開けてほしい、ドア開けてほしい。おお、びっくりした。みんな来た。ねえ、猫ちゃんいる、猫ちゃんいるよ。猫ちゃんいる、猫ちゃんいる。ここやめとく。もうここら辺マジで怖いよ。逃げ場がないけど、一回入ってみた。あ、まあでもここはちょっと汗かきそうやな。うんうん。え、でもエアコンここの部屋あるの？あるね。だからつけることですね。猫さん。これどうかさ。一番最初に使えそうじゃない？確かに。もう2分経った？あ、もう2分経ってる。で、どうしよう。やっぱりここに来て。でもさ、腕結構行き止まりなの。でも結構上がるわ、息。あいつら来ないように鍵でもかける。鍵かけんのやばい、悪すぎ。ここ、こっちら、こっちから来たらこっちに逃げれるし。最強なんだって。え、ここってさ、抜けるの？え、そっから行けんの？あ、いや、最高じゃない、ここじゃない。これで見えるよ。これで見えるよ。こすないか。これやばい。エアコンつけてきていい？いいよ。ゆうらすぎ。紫だからさ、2人とも。紫だね。紫、優雅に綺麗に。そうだよ。どうする、助けに行く。ちなみにでも距離的にはいけるよね。いける。これ今何回？3回。どこに鬼が来るかよ。確かにすごい、なんかみんな一緒に
待ってよ。でも、いや俺がおお待て待て待て、なんだその手のつなぎ方。ダメですよそれ、ダメですよそれ、ダメですよそれ、ダメですよそれ。くんだよ。くんだよ。なんで恋人なんだよ。こいつらなんだ。こいつらなんだこれ。こんな、なんだ。逆に、逆になんか。やらしい。やらしいね、本当に。やばい。やばい、終わった。いや、なくない？確かに。なんか、結構ここまで上がってくると逃げるとかなくて。そうなんだよね、そう。けど隠れるのが一番無難なんだよね。一旦ロッカー行きますよ。じゃあロッカーあるそこ行けるこれ行けないかですよね。いや、でも無理だと思う。無理か。意外とない校長室とか。あ、逆にね、逆にね。わかりやすい？これでいこう。やべえ、あんま固まってると一問が気にさしてる。逆に固まった方がさ、あの身代わりになってくれる人も。え、もうさすがに固まってる。あ、優しい。めっちゃ優しい。なんか、こんなことですよ。絶対バレる。どう考えてもバレるやろ、こんなとこ。隠れられない、こんなとこ。ほら、丸見えやん。あっちからだと思って。もう横にやると、横に決まるしかないよ、私。瞬間がさ、1個しかないっていうのがさ。いや、罠だね。これでも、いや、下待ち伏せされたら終わりだな。はい、僕たちが今いるのはこれ女の子の部屋っていうブースです。女の子の部屋ブース。多分隣とかワンチャン誰かいます。隣もいます。誰か女の子の部屋から誰もいないっていう、そう思わせる作戦で、まあさすがにアイドルだから女の子の部屋は入らんだろうっていう逆をついてるから。カーテンみたいなもん探してくるわ。カーテンある？あ、嘘。え、ね、これ夜さ、怖くね。夜こういうところでなんかやるってことだよね。そうだ。これ外はダメだもんね。ちゃんとこうやって一個一個チェックしていかないとさ、ダメやから。でも30分あったらちょっといけそうな気しない？わかった。なんか隠れんぼみたいになってんね。なんかさ、勝手だ。
どこだ。え、でも楽屋にはいないでしょ、さすがに。さすがにおらんよ。さすがにいないよ。これ隠れんぼじゃないよね。ちょっと一回外出たいっす。部屋冷え切るまで外出たい。隣の部屋も見たいです。怖いの。何かよ。最悪だ。だって捕まえた。最悪。ちょっと一回外出たいからマジで。見つかった。最悪だよ。さあ。面倒くさくなってきた。ここであと24分あるから一旦ここで時間を潰してどうしよう。携帯見れないもんだって。めちゃくちゃひどい絵です、これ多分。めちゃくちゃひどい絵です。
僕がおならしたらどうします？トイ君がおならしたら、そうです。ありがとうございます。絶対やめてね。でも手つないでるから隠れるはしないんじゃない？そういう小さいところに。確かに確かに確かに、手つないでんだもんね。うん、でもこっちゆきくん見てたよね。見てたよね。食わない。なんだよ。なんだよ、俺らのことに逃がしたくせに。ああ、いぶきくん、いぶきくん、なんかこの椅子素晴らしい。うん、うん、この椅子素晴らしい。うん、どう？ちょっと一回休憩。うん。大官、大官さんさん、え、バカじゃん。次ですよ。だよね。見た。え、終わりじゃね？いや、エツヤさん。あと一組だけ。エツヤたちだけじゃん。え、アゼくん、アム。あ、じゃあ今度あれ行ってくん。え、俺一回体育館見てきていいですか？なんか戻ってる可能性ありそうじゃん。そうよね。はい。そこで乗ってるのすごい、なんか。なんかね、ちょっとズルっぽい。だから両方探しに行きません？オッケーオッケー。で、ちょこちょここっちに戻ってくる系。とりあえず一回二人で探してみます。ちょっともう、あのポーカーフェイスでいいよ。バレたら終わりだけどさ、ここは。そろそろ来ないなって言ってさ、なんか俺戻ってる気がする、戻ってる、こっち行ったら戻ってる気がするんだよな。あと2ペアってこと？あと2ペア。でもこことかだってさ、ゆびくん探したでしょ、もう。あまりにも恐怖映像だね、ここにいたらね。でもこいつら結構隠れてる。でもさ、これいいんじゃない？
すがに無理か。フライパンいる。どこだ。上が反応してる。誰かいないかな。誰かいないかな。ノーナー新島へ。今行ける？今行けるの？あいつらどこに隠れてんの？何？すごくない？プロ？プロやプロ、あいつら隠れるの。はあ、助けてもらいました。助けてもらいました。助けてもらって汗くりが何日の電話して連携プレイで助けてもらってまた戻ってきました、この部屋に。女の子の部屋です。時間が経ったが少し涼しい。次の拠点でも考えます。次はみんなが捕まり始めた頃に助けに行く側に回らない。確かに。ちょっと僕が焦った。焦るわ。それかなんかエアコン効いてんじゃん。女子部屋にしなくてたわ。そうだろ。逃げ場がないんだったら。どこの部屋です？私ジャグジーがあるお部屋がいい。ジャグジーね。ね、2段ベッドのお部屋。ジャグジー何がでも。じゃあこの部屋でいい？しょうがじゃない。2段ベッドにしよう。寝直んな。待ってね、ちなみに俺らが全部解放したぞ。
あ、いたった意外にもうまあいいや、自分らが犠牲になってたくさん助けられた。そうだよ、そうだよ、正義、紫は正義。そうだよ、紫が一番強いんだから。違う、ダメだよ、カリオ。バカどもが入ってきましたよ。ちゃんと手つないでと思ったんですよ。破れた、破れた、破れた。見えてるからね。はい、どうした、どうした、どうした、マジ、ねえ、死んだよ、溶けてる。マジびっくりした。熱い、そこまで来るの、来るんだ。もう、まさかすぎ、もう無理。でもちなみになんで分かったかってね、この子がすっごいこっち見せたの。お前作ったな。君が君作ったわ、ね、どうしよう、これ動いた方がいいのかな。でも怖くない、どっちがいいですか。動き回りたいか、ここで死を待つか。隠れるのは結構強いと思うんですよね。うん、押し入れとか。押し入れなんですね。そうね、だって4階もあんの、これ来た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 。
使い物になんないわ。今日までの記憶の全部を消してしまう時まで眠るな。なんとか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